いつも動画の方やり取りしていただいてありがとうございます。花屋龍馬さん、今回はね、ズームライブの方受けていただいて本当にありがとうございます。予定を決めて、提案したいと思います。もちろんね、事前にどんなやり取りをするのかっていうね、質問状も出していこうと思いますので、まあ、段取りが大きく崩れたりとかですね、まあなんかこう なんて言いますかね、ちぐはぐにならないように一応配慮してやっていこうかと思います。よろしくお願いします。で、ちょっとね、私ね、この2つぐらいちょっと話を聞いていただきたいなと思うことが今日はあるんですよ。これは本当に花屋龍馬さんと、まあ、私はお酒を飲まなくなったんですけども、ね、ビールでも飲みながら、なんか唐揚げ食べながら2人で話しているような感じで、居酒屋で話しているような感じで聞いてもらえないんですけども、2つね、話したいことがあるんですよ。1つはね、ちょっと前にもお話したんですけども、数字が走るようになったらちょっと用心した方がいいんですよね。これ今なら分かると思うんですけども、ちょっとやりすぎちゃうことがあるんですよね。で、私もね、今特別定額給付金のこととか生活保護のことね、本当に興味があって発信して、発信するといろんなね、角度からそれは違うよ、こうだよって教えていただけるんで、このやり取りってものすごくね、自分の知らない分野のことが知れていいなと思ってるんですよ。でも中にはね、再生数稼ぎなんじゃないですかっていうふうに言われる方もいて、私からするとその定額給付金のこととか生活保護のことって再生数決して多い方ではないんですよ。私が一番再生数をドカーンと伸ばしたい時ってトランザも出しますからね。あれがだから数万とかボコンといくんで、数十万とかドカーンと。で、あれを連発しないのは何でかっていうと、私はね、気が向いた動画を気が向いた時にやる、これだけなんですよ。再生数を稼ぐとかっていうのがその上の方にないんですよね。チャンネル登録増やしたいからチャンネル登録お願いしますって言ったこともないですしね。そんなんどっちでもいいんですよ。理想はゼロなんですよね。私は再生数ゼロ、チャンネル登録が全部解除されてゼロ、要するに久保哲郎がこの世の中に必要なくなった時、ちょっと偉そうに言いますけども、私が必要なくなるぐらいなっていただければ、皆さんね、結構自由な暮らしを手に入れてると思うんですよ。これはちょっと偉そうな言い方になっちゃうんですけども、だから私なんかがね、やることっていうのは知れてるんですよ。本当に私なんて言うことっていうのはそんなに大したことではないんで、私の動画見てる方だったらね、本当に花屋龍馬さんとかだったら今すぐじゃなくてもすぐに理解できるようになると思うんですよね。だから私はすぐに忘れられて、あ、そんな人いましたっけみたいな存在になると思うんですよ。むしろそうなっていきたいなとも思いますしね、寂しいですけど。その時に私はマーケットから社会から必要されなくなって、本当に小さな家族、今は3人ですけども、そこで小さくね、誰にも知られずに生きて喜んで死んでいくっていうね、私のドラマがちょっとね、寂しいですけどもできるんじゃないかなと思うんですよ。それでもたまにね、私のことを思い出して会いに来てくださる方がたまにいればいいかなぐらいのものなんですよね。私はだからね、本当に孤独を愛してるっていうか、なるべく孤立していきたいなというところもあるし、でも今は多くの方にこうやって支えられてね、励まされて生きていられるなっていうところがあります。まあ、これね、本当にお酒飲みながらね話してる48歳のなんかこう息子に語るようななんか人生君じゃないですけどね、ちょっと疲れた大人の意見ですね。で、もう一つね、聞いていただきたいことっていうのは、生活保護があるじゃないですか。これがね、例えば30万だとします。まあ、20万でも15万でもいいんですけどね。で、生活保護をもらってる人がいるじゃないですか。で、こっちでものすごく一生懸命ブラック労働して、で、手取りが15万っていう人がいるとしますよね。で、ここの対立を私がどう見てるかってことなんですよ。私は、はばかりながら経営者をずっとやってきて、40歳まで1回もね、黒字になったことがないんですよ。で、従業員もマックスで26人社員を雇ってましたね。で、そうなるとどういうことかっていうと、毎月私一番働くんですよ。1日18時間ぐらいもうポスティングをしたりね、それこそ書類を書いたりとか、面接をしたりね、集客をしたりとか、で、新しいプランとかイベント考えたりするんですよ。それは多分私一番やってるんですよ、経営者ですからね。で、金策もしてお金を集めたりとか、で、お金を払ったりしますよね。取引先も増やしたりとかするんですよ。で、社員さんは何してるかっていうと、私の指示に従うだけです。で、自分の発想とかは多少はあったんでしょうけども、それなりに。ただ、私の力ほどは出ないんですよ。で、そこに、やっぱり社員をもっともっとね、トレーニングしていかないといけないなっていうふうに、教育っていう仕事も私に入ってくるんですよ。
当然ですよね、経営者が教育せずに誰が教育するんだって話じゃないですか。で、会社の方針に合うように、売り上げが上がるように、お客さんに気に入られるように接客技術を整えたりとか、それから営業区域っていうのをね、考えていったりとか、新しいイベントを立案してもらったりとかするんですけども、やっぱりなかなかね、言われたからやるレベルはなかなか抜けないわけなんですよ、社員さんっていうのは。これは私が集めた社員だからそうなのかもしれませんし、世の中の会社のほとんどが言われたことしかできないし、言われたこともノルマもこなせないのかもしれません。まあ、そこはね、広く社会を見れないんで分かりませんけども、私の場合は、まあ、あの労働時間と労働密度で言えば、やっぱり一番あったと思うんですよ、社員を雇っていても。その時に私は1日18時間働いていてね、ブラック労働の極みですよ。で、私の収入があるかって言ったら別にないんですよ。それこそ毎月70万、80万、100万の赤字が出るんですよね。赤字ですよ。だから私には給料日が全くないばかりか、毎日何かの支払いしていて、社員の給料日には1人当たり25万から45万をドカン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 払ってるわけですよ。ね、その利益を生まない社員にお金を払ってるんですよ、どん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 。まあ、まさに生活保護費を払ってるもんですよね。で、そこで私が何を思ったかなんですけども、それはブラック労働でやっと15万稼いでる人に対しても、生活保護で十数万かね、10万以下かもしれませんけども、とりあえずプラスになってるわけですよ。で、プラスになってる方に対しても別に何も思わなかったです。っていうか気にならなかったんですよね。だって自分がやってることが全部がそれが真実じゃないですか。世界のどっかに楽して稼いでる人、安穏としてる人、苦労してる人、頑張っても報われない人、山ほどいますよ。山ほどいるんで、そういう人がいなくなるまで見つけちゃ憎んで、見つけちゃ対立して、見つけちゃ議論してって言ってもキリがないんで、私は自分の人生だけが全てなんですよね。で、たまに触れ合う人の心の痛みに少しだけ寄り添ったりね、分かち合ったりとかっていうのがやっとなんですよね。で、今そこそこね、こうやって YouTube で発信もできるようになって、どこの誰か分かんない私みたいなものにね、近所の人にも周りの人にも打ち上げないような心の痛みとか辛さっていうのをこう話してくださってね、それに対して私ができる限りのいたわりとねぎらいですけども、それをするだけでも話を聞いてもらってよかったって救われるんですね。人って辛いこと悲しいことを抱えるのも苦しいんですけども、それを人に話せない、話したらそれは自己責任だろって突っぱねられたりとか、お前結局生活保護費もらってんだろうとか、いやブラックロードって嫌ならやめればいいじゃんって、こういうふうに突き放される経験ばかりしてくると、人はもう人に本音を話さなくなるんですよね。それで近所の人とか周りの人とか直接知り合いに言ってもダメだから、インターネットの向こうの誰か分かんない人に打ち明けていったところ、その誰か分かんない人がどこまでも親身になってくれるっていうふうに、この奇跡を感じるんでしょうね。で、私ができるのは、もしかしたら花屋龍馬さんもそうですけどね、そういうふうな会ったこともない人の切実な声に耳を傾けて、言葉だけかもしれないけどもねぎらうことでね、なぜかその人はすごく救われるっていう経験をね、するんじゃないかなと思うんですよ。だから私はさっきも言いましたけども、まずは自分の弱音とかね、現状を周りの人、この人だったらと思う人に話すと、かなり突き放されることが多かったんじゃないかなと思うんですよ。で、私もね、各位私も相談したことはないんですよ。弱音とか涙を人に見せたことはありません。でも多分どんなに働いても赤字しか出ない、それこそ月間で100万以上の赤字が何ヶ月も出るわけですよ。で、先も見えないし、徐々にこういうふうに向上していく兆しも見えない。その多分当時ね、私はその悩みとか苦しみを人に話したところで、お前自分で選んだビジネスで自分の才覚がなくって赤字が出てるんだから、それは知らないよと、それで助けてくれるなんて変な話じゃないよって言われたら、その通りなんですよ。だから私は多分ね、人に話してその答えが返ってきたら、もう言い返すことができないんで、もう行き止まりになるんですよね、360度。で、この気持ち、私はそこまで繊細じゃなかったんでよかったんですけども、多分この気持ちでどう言っても正論で返されて行き場がなくなる人の、この何ですかね、結局は自己責任かいみたいなね、この突き放された感覚、切り離された感覚、もう誰に対しても何も語れない、何も分かってもらえないっていう風な真のね、この孤立です。孤独じゃなくて孤立、この感覚が人を死に向かわせる、絶望に向かわせると思うんですよ。だからせめて YouTube で話してる人の話に共感して、あ、この人自分と同じ思いを語ってくれてる、いや、この人だったら分かってくれるかもっていう風なのに、
本当に、寄り添っていきたいなというかね、お互いに手を取り合っていくということが生まれるのかなと思うんですよね。だから私が放送を通じてこの特別定額給付金のことをね、ずっと話しながらもう呼びかけていこうと、声を出していこう、せめてこれだけはやっていこうっていうふうに毎回毎回お話しするがために、動画も出していくし、新しいニュースが入ったらね、最速でそれを、お知らせしたいなと、いいことも悪いこともですよ、そういうふうに思うわけなんで、これ再生数なんて全然気にしてないわけなんですけども、でも再生数気にしてないと逆に再生数が集まってくるっていうかね、多くの人が正直な気持ちに集まってきてくださると。で、中にはね、私の個別動画を欲しがる人もいるんで、送ったりするわけですよ、限定公開でね。それもやっぱりね、人によっては感動してくださったりとかね、久保さんが何かことを起こしてくれないと自分はできないんだ、自分はできないけども久保さんがやるんだったら応援することはできると、声をかけることはできる、なんだったら投票に行くことぐらいできるから、久保哲郎って書いて投票するからみたいなね、そういう方が結構出てきてくださって、やっぱ私はね、進んで世の中を変えようとかね、大それたことを考えてるわけではないんですけども、さすがにね、多くの方から期待されると何か応えていきたいなみたいな気持ちになってくるんですよね。で、こう考えてみると、多くの視聴者さんっていうのは私にね、すごくね、逆にエネルギーをくれてるのかなと、久保哲郎お前がやれっていうふうに神様が言ってるような気もするんですよ。で、私先日山本太郎さんにお会いして、自分の活動のことをちょっとねお話して、もっとできることはないかなって相談をしました。そしたらね、なんとその私と山本太郎さんが出会ったことにむちゃくちゃ感動したと、久保さん本当にやってくれる人だっていうふうにね、なんかそんなにねすごい反応をいただこうと思ってやったわけでもなくて、私は自分の好奇心のままにね行動しただけなんですよね。でも久保さんならこれをやってくれるんじゃないかなって期待した人が、あれ本当にやってくれたわっていうふうに、なんか身を乗り出したようなね、そんなメールをたくさん日々いただいて、今日も来ましたね、動画初めて見ましたみたいな、すごいですみたいなね、私がね自分で勝手に頼まれもせずにやったことが潜在的に人の求めていたことであるってことがたまにあるんだなと思ったら、これからもね、何か本当に失敗もすると思いますけども、それでもね、久保哲郎って存在が何かしてくれるんじゃないかなっていうふうに、何か変えてくれるんじゃないかなっていうふうな期待を少し思っていただけるということは、私はそれに応えてもいいんじゃないかなっていうふうな気もするんですよ。もちろん私は家族に対してもいろんな期待に応えないといけないと思いますし、そちらの方もないがしろにできませんしね、その辺は逸脱しないようにやっていかないといけないなと思うんですけども、でもね、こうやって、インターネットの向こうで知り合って、こうやって変な格好してふざけてる感じですよ、私なんていうのは。いつもね、こうジョジョの帽子かぶったりとかね、はために見たらね、こんなやつの言うこと信じられるかっていう話なんですよ。でも私の格好をいでたち、あと喋りのねまずさとかを気にせずに、内容に耳を澄ましていただいて、そしてね、私が語る以上に多くのヒントや苦言やお叱りをいただいてね、私を育ててくださる皆さんがいると思うと、私はその YouTube って世界がね、私が通った大学とかね、それから専門学校ですとか通信教育さまざまありますけども、どんなところよりも素晴らしい先生がいっぱいいるなと思いますよね。これ花レオンさんだけではなくて、私の動画を見てくださる方、コメントを書いてくださる方、その他いいねとかね、悪いねとかね、いろいろありますけども、反応してくださる方、もしくは反応しないけども再生数というものをね、1、2、3とそこに残してくださる方、一人一人からたくさんのことを教わっているような気がしますね。この48歳にしてやっと小学生になったかなっていう感じですよね。やっと初めの一歩だなと、やっとこの暗闇の中に、あ、これかもしれないなっていうふうにね、なんかこう引っ張られるようなものとか、みこしに上げられるような感覚っていうのは覚えてますね、感じてるってことですけどね、覚えてるっていうのは、で、私もね、これはね、この気持ち多分毎日毎日大きくなると思うんで、なんか自分が今まで考えたこともないようなことに挑戦するような気がするんですよ。その一つが、生活保護ってなんかみんな切り詰めて苦しいみたいだけど、そもそもこの金額って本当にいいのかと、今の時代に合ってるのかっていうところから、まずはいろんなね、決まりとか前例とかを抜きにして、今健康で文化的な生活を送ろうとしたらどのくらいの金額がかかるのかな、もちろん切り詰めないまでも節約をして贅沢はたまにする程度
ということですよね。今までは贅沢すら許されないみたいな感じだったんですけども、健康で文化的な生活っていうのは、あのたまにね、たまに家族旅行したりとか、外食して高級ホテルのランチをね3000円ぐらいで食べたりとか、そんなたまにすることですよ。毎日じゃないですよ。それは健康的で文化的な暮らしだと思うんですよ。それを一切ダメっていうことではないと思いますし、それは健康で文化的な暮らしって、その一文を取っただけでもね、たまには美術館に行って自分の経験したことがないような美しさに触れるとかね、そこで自分の才能が開花するかもしれないし、ここの世界はお嫁じゃないかなってことが一つ分かるかもしれないし、それから自分を育てるための教育を受けるっていうのも、必ずしもそれが将来誰かのためにならなくてもいいと思うんですよ。その時に、あ、いろいろやってみたけど自分には向かなかったなと、頑張ったんだけどもここにしか行けなかったな、上り詰めることはできなかったなってことが分かるだけでも、人生の豊かさとか健康で文化的な暮らしだと思うんですよ。その挑戦もできないし、これはダメ、あれはダメっていう今までの生活保護の形っていうのは、多分当事者そのものがね、すごく不自由感じてたと思うんですよ。私も客観的に見て、そんな暮らしちょっとなんとかしたいよね、自己責任とかじゃなくって、別に15万の生活保護だろうと35万の生活保護だろうと、私の頑張りとか暮らしには関係ないじゃんみたいに思ってるんですよ。関係ないっていうのは変な意味じゃなくって、その人が楽して30万楽っていうかね、30万の生活保護をもらったからといって、別にこっちに損得とかはないはずなんですよ。むしろ15万で不自由してるとか30万だったらよかったねっていう感じなんですよ、私は。でも人はそうではなくて、なんで自分は頑張ってこれだけなのに、あいつは生活保護でこんなにみたいなね、感情もあると思うんで、そっちはそっちでまたね、別の問題で考えていかないといけないかなっていうところなんですよね。というところでね、いろいろとお話しましたけども、こんなことを交えながらね、ズームライブできたらなと思います。よろしくお願いします。特にね、たまにライブしたいなと思っただけなんでね、まだ何も考えてませんけども、よろしくお願いします。